こんにちは、プリスキラ TVJPN です。今日はフランスのお菓子バシュランを作ります。卵白です。コシを切っておきます。冷凍した卵白はそのまま使いますが、こんな風にドロンとしちゃってるので軽くコシを切っておきましょう。卵白を泡立ててメレンゲを作ります。少しずつグラニュー糖を入れていきます。いい感じだと思います。使い捨ての絞り袋に生クリームについていた口金をセットしました。星型です。8つ。小さいカップに食用色素を溶きます。お水をちょっと入れます。ストローで溶きます。ちょっとお水多かったかしら。いっぱい垂れちゃったかな。絞っていきます。アラザンです。さっき 6個の星で、今度は5個の星です。今度は食用色素を全部混ぜてピンクにしてしまいました。100度のオーブンで90分ぐらい焼きます。焼き上がりました。網の上に乗せて冷まします。あちっ、1個食べちゃおう。おいしい。ボウルに生クリームを入れます。今日は乳脂肪分 35% です。ちょっと本当は40ぐらい欲しいんですけれど売ってなかったので、今日は絞り出しでちょっとだけ使います。7分立てぐらいにしておきます。お砂糖入れちゃいます。動物性の生クリームは分離しやすいので途中でホイッパーに変えます。ちょうどいい感じです。ちょっとバニラオイルで香り付けしておきます。はい、生クリーム出来上がりました。いちごです。細かくします。トッピング用のいちごは別に取っておきます。コニャックです。いちごにかけて混ぜておきます。お子さんが召し上がるときは練乳をかけていただいてもいいかもしれませんね。アイスクリームです。メレンゲを手で割って入れていきます。
ざっくり混ぜておきます。先ほどこんにゃくにつけたいちごです。いい香り。ちょっとお酒も一緒に入れちゃいましょう。アイスクリームを入れます。生クリームです。完成しました。メレンゲは冷めたら冷蔵庫に入れて保存してください。冷蔵庫に入れておくといつまでもサクサクで美味しく召し上がることができます。アイスクリームとメレンゲの組み合わせは絶妙です。フランスではスーパーマーケットでもメレンゲの入ったアイスクリームをバシュランとして売っているようです。最後までご覧いただきとても嬉しいです。どうぞ皆さん、おいしい素敵な時間をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。皆さんのリクエストをコメント欄でお待ちしています。チャンネル登録もよろしくね。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃ、またね。